山にあった間伐材、捨てられてた間伐材なんですけれどもね、木ハンマーにちょうどいいような感じなんで、拾ってきました。さあこれがどうなるでしょう。これが一番最初に作った、ハンマーなんですけども、木槌なんですけども、これがね意外とうまくできたんですよ。このニス、ウレタンニス軽く塗ってありますけども、これが第1号ですね。ちょうど型が塗ってくる、綺麗ですね。はっきり出てますね。こういう木の穴みたいなところに幼虫がいっぱい入ってましたね。まだ入ってますね。これがですね、これ作ったハンマーというか、まあ、あの写真するところではないのかもしれないですけれども、まあ、使おうと思えば、木槌としてもいいですけど、まあ、ですけれども、して、塗装してないものも結構ありますけども、この木目ですね。木目がね、なんですよ私。その木目に惹かれてですね、作ったんですけれども、これ全部落ちている、そのままだと朽ち果てて腐る木なんですけれども、それを父に連絡して、
拾ってどうぞ持ち帰ってくださいということで、許可を得て、持ち帰ったものなんですけれども、やっぱしね、木が好きというか、この木目の良さが何とも言えないんですよね。それで結局ね、これだけ作ってしまいました。